全国邪馬台国連絡協議会、会長であります井上筑前先生に引き続き、邪馬台国大研究の、紹介をしていただきたいと思います。皆さんこんにちは、井上筑前でございます。今日は私が所属しておりますですね、大阪本町歴史クラブというのを立ち上げた時から作りました邪馬台国大研究というホームページについてご紹介をさせていただけたらと思います。検索エンジンで邪馬台国大研究と入れていただくとこの画面になります。あるいは URL でhttp://inoueず.net と入れていただければこの画面へ参ります。最初のページです。でこれがパソコンの画面に出ると思いますが、最近ではもう携帯も同じように字は小さいですがこれと同じものが出るような感じになっておりますですね。昔は携帯からつなぐと携帯用に編集しますかというようなメッセージも出てましたけど、この頃はもう何も入れずにすんなり入ります。でここにインデックスが出てきます。で、まあ、この上のちょっと蝶々が飛んでるようなやつはこれはあったりなかったりですね、します。で、年が変わるとここにイノシシが出てきたりとか、まあいうようなこともありますけれども、それは気にしないでください。でこのインデックスがずっと下げていきますと、右と左に分かれたインデックスがこうなります。でここは筑前のホームページということで、私の個人的な趣味とか、そういう分野のホームページですから、まあ、ご覧いただかなくても結構です。で今現在ですね、これをずっと下げていきますと、これがまあ最終ですけれども、ここに今ちょっと私の属しております、全国邪馬台国連絡協議会の催しとか、あれは機関邪馬台国ですね、この、福岡市の梓書院が出しております機関邪馬台国の雑誌の宣伝とかというのも下の方に入っております。で今現在これをご覧いただきますと、このホームページを見ていただいている視聴者の皆さんがですね、今日現在で177万5476人という数字になっております。これは歴史関係のホームページとしてはおそらく日本で一番のアクセス数じゃないかと思います。100万人を超えたあたりからもうどんどん、アカウントは増えましてですね、で実はこのカウンターが増える時期というのがあるんですね。だいたい年の4月5月、このあたりにもう毎日1000件2000件という感じでカウンターが増えていきます。これはなぜでしょう。これはですね、中学生高校生、まあ、小学生はちょっとあれかと思いますが、魏志倭人伝や邪馬台国卑弥呼とかいうのを習う時期なんですね。で先生から言われたことを検索して調べてみると、で邪馬台国って入れたらこれがバーンときた。その頃の4月5月頃のカウンターはもう毎日毎日宣言に宣言という感じで増えていきます。まあ、それで177万にもなってるんだと思いますけれども、このインデックスについてちょっとご説明をさせていただきたいと思います。真ん中で分けておりますのはですね、まあ、初めにからこのホームページを作るきっかけになった由来とかもここに書いてありますが、その次の2番、邪馬台国研究入門となっておりますように、左側はですね、例えばこれを入れてみますと、和とは一体どの国のことを言うのかということで、簡単な説明がずらっとあります。ちょっとこう一行ずれてますが、まあ動画が動いたりですね、それからブラウザによっては音が出ます。なので、エクスプローラー等で、ご覧になっている方は後ろに、音が出てるかと思います。ここに何の歌が、これはおぼろ月夜と今こう載ってますけど、おぼろ月夜が流れてます。で元へ戻りますとですね、こういうふうな、和とはどの国のことを言うか、魏志倭人伝とは何か、
邪馬台国の自然環境はどうなっていたか、人口はどうだ、まあ要するに邪馬台国に関してですね、入門編のコーナーですね、これがずらっと、1番から入門として、17番まで作ってあります。それから岸場神殿というのはどんなことを書いてあるんだというその、漢字ですね、いわゆる岸場神殿という三国志の中の、義士、それから和人の序はこの和人という言葉から始まるんですね。和人、東南大海の中の大砲軍の大砲、東南大海の中にあり、こういうふうな文章から始まってずっと、続くわけです。約2000文字、で邪馬台国卑弥呼といったふうなことが書いてあります。でここを読んでいただきますと現代語訳を読むと、私が勝手に訳した文章もあります。それから市販されているちゃんとした本といいますか、にはこういうふうな陰影写真に撮った、漢字の、これが魏志倭人伝に書かれている内容だと。でその書かれてある、書物はどんなふうにどんなものに書いてあるんだと、こういうことですね。でここに五漢書と漢書とかですね、中国には正史と呼ばれる中国の国が作った、正式な歴史書というのが24あります。で人によっては26という人もあるし、この頃はもう、中共今のあれも入れるようなですね、28とか30とかいうような人もいますけど、まあ基本的には24正史というのがあります。でそこに、ここにありますような五漢書、これは漢の時代のことを書いた歴史です。三国志というのは魏呉蜀と、まあ、今回のその邪馬台国の舞台になっているあれはここの魏書という部分の、終わりの方に和人伝、和人について書いたところが書いてあるわけですね。であと領書、草書、まあ、こんなふうなやつが高松の宮とか明けとかですね、いろんな昔からある由緒正しい旧家に残っているわけです。でここにこういう内容があるわけですね。でこういうことをここからまた、近代になって掘り直された、こういうのを紹介してあります。だから実際にこれを印刷していただければ三国志の内容については漢字で読みたい方はそのまま読めます。それから、先ほどのこれですね、和人伝のそういう内容の後は邪馬台国についてですね、日本中でどんな研究が今まで行われたのかということを、まあ、優しく書いてあるつもりです。最初に邪馬台国研究者は誰が研究したんだ、新井白石という人が江戸時代にですね、それから元折宣長が、それについてどう言ったというようなことをざっと書いてあります。でどんどんこの矢印をクリックしていただければ、次のコーナーへ次のコーナーへと行くようになってるはずですが行きませんか。ちょっとネットちゃんがおかしいですね。まあ見てらっしゃる方のパソコンの性能によって、もうすぐつながったりですね、なかなか出てこなかったりと、ネットの環境によります。まあゆっくり、気長に見てやってください。それからずらっとその邪馬台国研究史というのが続きます。で昭和時代にはどんな邪馬台国研究が、どんな学者がどんなことを言ってたんだというようなことをですね、拾えるだけ拾って記入してあります。で第二次大戦の戦前、第二次大戦が行われるまではどんな邪馬台国研究が行われていたか、それから戦後邪馬台国研究はどうなったか、誰がどんなことを言い出したのか。で今現在ですね、まあこれ今現在と言いましても、ちょっとまあ10年もしくは20年前ぐらいに心当たりは作ってありますので、この10年20年のことはちょっとメンテナンスしてないかも分かりませんが、まあ昭和から、平成令和に至る現在の邪馬台国研究の概要を記録しているつもりです。それからですね、邪馬台国はどこにあったんだというのがもう最大の関心事ですけど、それを一覧表にした否定地一覧、これは福
岡県、あ、九州説からですね、九州にあったんだという人は福岡県の大和郡に新井白石はあった、で卑弥呼は神宮皇后である、でそれはどんな論文に書いてあるかというと外国のことを調べ書というふうな本にあると。でここに、星印とか丸印とか出てきますけど、ここをクリックしていただきますと、新井白石が邪馬台国はここだと言った場所を私が訪ねていった訪問記みたいなやつがあります。でこれをずっと見ていただくと、その大和郡というのはどんなとこにあって、どんなものが出て、周りに一体何があるというですね、こういうことを訪ねていった時の記録があります。でこれは先ほどの秀一の中からこの、星印をクリックしていただければ、もちろん行ってないところもありますので、そういうところは収集はございません。でずらっと福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、鹿児島県、それからここにはもうちょっと載っておりませんけど、今はもう沖縄県もあります。それから次が近畿ですね。近畿地方は近畿説というのはほとんどがもう奈良説ですよね、邪馬台国は奈良だったという説の方が圧倒的ですので、ずらっと奈良県が出てまいります。この2番目の表はそれです。で同じようにこの黒丸をクリックしていただければ、内藤虎次郎が唱えた大和姫の御事と、いうところを訪ねていった、牧向ですね、奈良県の牧向地方というのは一体どんなところでどんなものが出て邪馬台国という説が成立しているのかというようなことをずらっとレポートしてあります。で見栄え、あ、これはちょっと後で反省会といいますか飲み会をやった時の写真も入っておりますが、で最後の表はですね、これは近畿でもない九州でもないという人々が、捉えている説を一覧表にしてあります。まあこれも20年前ですから、もうちょっともう、もうこれの倍か3倍かぐらいに増えていると思います。最近ではもう自分が本を出してここだといえばもうそれが一つの説というような感じになっておりますので、ボコ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 増えていくということになるかも分かりません。この辺り、そうか、福岡県で言えばこの頃別府であるという本も出ましたですね。邪馬台国は別府にあったという、他もたくさんあります。面白いのはですね、長野県ですとか大阪にもあるんですよね。大阪府、石川県、滋賀県、千葉県、外国のエジプトといった人もいます。これは木村隆太郎というですね、早稲田大学の教授だったおっさんですけれども、この人は日本太古小史というような小冊子の中でエジプトであるというようなことを言っております。それからジャワスマトラ、内田銀風という、評論家ですか、新聞記者になっている人はインドネシアだと言って、これは朝日新聞に掲載した論文、あの小文でそういうことを言っております。まあ、そういうふうな、どこに誰が邪馬台国を否定しているかという否定一覧表ですね。それからあとですね、まあ、入門ということで、あまり詳しく邪馬台国をご存じない方のためには、近畿説というのは一体どういうことで近畿説が成り立っているのかということを概要的に列記してあります。これ大和説ですね。で大和説への反論ですとか、も一応取り上げてあります。九州これぞれに対して九州説論者はどんなことを言っているかと、でその反対の九州説概要ですね、九州説はこんなもんですと。それから邪馬台国資料集、まあこれは、まあ、資料集というほどのものでもないですが、邪馬台国に関する、戦後の発見の50位とかですね、慶長2年の鏡が発見されたなんだか、まあ、こんなふうなものが邪馬台国研究に影響を及ぼしているとか、まあ、そういったふうな資料が魏志倭人伝の現代語の訳とかですね、歴代天皇の歴代はどんな天皇がいた、無人無水税安寧徳光昭光安とずっとですね続く昭和天皇までの天皇一覧表なんかもあります。それから邪馬台国古代史年表、これはまあ
人類の起源の年表から始まりましてですね、170年前、万年前、ブラートコ、旧石器時代、縄文時代、弥生時代と、こういう場に、どんなことが起きたのか、例えば弥生時代、前期で言いますとですね、これが縄文が終わって、縄文晩期の後、弥生時代の前期が始まるわけですが、吉野ヶ里遺跡が出てきたと、鉄器の使用が始まって、でこっち側にその遺跡のあれをクリックしていただければ、その遺跡へも飛んでいけるようになっております。弥生時代中期、後期、ここに邪馬台国と卑弥呼が現れるわけですね。これが年表の上から言うと AD200 年から300年の間ぐらい、弥生時代後期、ここに倭国内乱が続いて、戦いの様相を呈した人骨が全国各地の弥生遺跡から出土すると、まあ、こんなふうな状況になっているわけですが、ここに卑弥呼が現れて邪馬台国が出現します。あとずっと、まあ古墳時代、まあ、飛鳥奈良と、まあ、簡単に説明してあります。それから、地質学および、ヨーロッパとかですね、そこら辺と日本との時代区分の分け方ですね。10万年前はヨーロッパでは旧石器時代の前期中期後期と、で日本では後進性、ごめんなさい、これですね、前期旧石器時代というような呼び方をしております。でこう対比させております。それから科学的な方法による年代の測定方法、あるいはそのどんなものがあるかということもここにご紹介しております。今新聞紙上等であれしているのは炭素14年代法とかですね、鉛同位体法というのはもう昔から採用されておりますけど、最近ではこの熱ルミセス法というですね、あるいは酸素同位体法とか、まあ、いろんな古代の年代を測るための分析方法が考えられております。ただこのうちのどれかが、これで、邪馬台国は決まりだというような、方はまだ、確定されておりません。それからあと科学する邪馬台国、学ぶ邪馬台国、遊ぶ邪馬台国と続いて発掘された日本列島展、これはあの文科省が、文化庁がですね、毎年1回、その年に発掘された内容と遺跡ごとどんなものが発見されたかというのを、展示して各地方のですね、博物館等に展示して、全国を回ってる展覧会です。で今までこんなちょっと最近メンテナンスされておりませんけど、例えば日本2010年ですと大阪市歴史博物館で、こんなふうな特別展が発掘された日本列島展、こういうどこから何が出たというような内容も全部ですね、どこの遺跡からこんなものが出てるという展示が全部表示されております。でここまでが左側ですね、ホームページの見ていただく左側で、科学する邪馬台国にはですね、こんなふうな古代船の建造について、 PC で解く弥生の回帰日食、 X 線で探る弥生土器のあれとか、ずらずらずらと DNA とかですね、ガラスがたどってきた道、それから水道器、DNA の遺跡に、まあ、こんなふうないわゆる科学的な面から邪馬台国を見ようというのはこのコーナーです。学ぶ邪馬台国、これは私がですね、ちょっと表示があれですけど、今まで行ったいろんな講演会とかイベントですとかですね、勉強会の内容が、レポートされております。で、例えばこの一番右の、まあ、3つのエリアに分けてあるんですが、これはもう順番です。年代の古い順から入っております。で大阪の音で、開催された大阪府立弥生文化博物館で開催された縄文の世界という展覧会ですね、平成24年ですか、まあちょっと古いですけど、そこでの展覧会の模様、これが、大阪文化博物館です、弥生文化博物館です。で、ここで展示されておりました縄文の特集ですね。どこの遺跡からどんなものが出て、
人々はどこからどこへ移っていったというようなですね、こういうレポートがあります。あ、また一番最後に飲み会の写真が残っておりましたけど、それはもう気にしないでください。これがまだ科学する遊ぶ邪馬台国はもうほんまに遊びですので、これはもう適当に見て笑ってください。で、問題はと言いますか、右側がですね、ちょっと入門編から、中級ぐらいになって、まあ、専門的なページはありません、私自身は学者でも何でもありませんし、研究者でもないので、素人のマニアが考えたいろんな、古代史の解明道具といいますか、材料が取り上げられております。日本古代史を取り巻く謎というところを見てみますと、ちょっとまあ名前はかっこいいですけど、井上筑前が古代史の謎に迫ると、まあ、こんなふうなタイトルで、消えた縄文人は一体どこへ消えたんだ、神々の降臨、日本史の神話とかに出てくる神々というのはどこから来た、三種の神器というのは何だって、まあ、こういったことをずっとですね、いわゆる古代史雑誌、歴史雑誌に取り上げてあるような、なんたらかんたらの謎というですね、ああいうものを私の方でも、特集して入れてあります。一つちょっと見てみますと、携帯天皇はどこから来たかと、これもあの音楽が鳴る人はこういうボクサーと今音楽流れてるはずです。で、携帯天皇はどこから来たのか、ビジュアル的にですね、こういう画像も入れてずらっと解説してあります。それから新聞記事も該当するような新聞記事、それから下の方へですね、今携帯天皇陵と、宮内庁が認めてます三島陵、それから携帯天皇のが都を築いた葛葉宮とかですね、こんなふうにも紹介してあります。まあご覧いただければあれだと思いますが、それから動画だけを集めたですね、これは教育庁じゃなくて、どこでしたかね、こういう教育機関だけに、使用を許されたといいますか、リンクすることが許されている教育系の動画ですね、そればっかりをずらっとリンクした弥生時代を説明したような動画、古墳時代を説明したような動画等々が、まあ、主に弥生時代ですね、縄文弥生の取り扱った動画を紹介しております。それからもっと詳しく歴史を知りたいという方のためにですね、古事記日本書紀というのは一体どんな本なんだということもずらっと説明してあります。古事記というのはいつ頃できたものなんだということからですね、どういう意図で一体作られているのか、それからそれを注釈した本はどんな本がある、研究史、コンピューターによる機器の分析とかですね、機器神話のすべて、古事記日本書紀に書いてある日本神話というのは一体どういうことなんだと、ずらっとこう概要を説明してあります。どんな神様がいて、ここにつく、天のどちらの神、立花の、なんとかで、イザナギイナミとかですね、イザナギイザナミですね、天照大神、スタノオノミコト、まあ、こういったような神様のことが古事記日本書紀には書いてあるんだよと。で、それはどんな神様か、いわゆる日本書紀古事記二つ合わせて危機という言い方をしますけどもね、そういうものにはこういうふうな神話が書いてありますと。で、出雲大社は昔はこういう大きな社があって、でこれを高間ヶ原の神様が出雲の神様のとこへ、お前の国をわしにくれと言ったおかげに、お礼にこういう出雲大社を作ってやったという伝承があるわけですが、そのもともと作られてたのはこんな格好だったというようなですね、ことなんかを紹介しております。これが古事記日本書紀をずらっとまあ見ていただいたら、古事記日本書紀に関しての入門的なことはもう大体わかるはずです。それから私が
私は大阪本町歴史クラブという30数名の歴史の研究会を主催しておりますけれども、その会で、みんなと一緒に回ったですね、全国の遺跡、大体47都道府県の主な遺跡はほとんど回りましたし、時間があればその近所の博物館をずらーっと見学しております。で、博物館にはまあ大体 2,3 時間を取って、回っておりますけれども、みんなそれでも出てこない人がいます。みんな玄関前に1時間半後集合、2時間後終了と言ってても、集まらない人がいるんですね。もう熱心にみんな見てるんだと思いますが、その北の方のですね、この小樽博物館から北海道小樽市から始まって、北海道がずらっと続いて、まあ、行けたら行けた分だけ全部もう載せてありますので、あ、最近ちょっとメンテナンスが遅れていまして、入ってないのもあります。青森県、秋田県、岩手県、新潟県ずらっと来て、東京ともたくさん行きましたですね。それから長野県、愛知県、岐阜県、滋賀県で、私は大阪に住んでおりますので、京都府の次大阪、奈良が出た、奈良の後大阪が出てます。で、大阪が一番多いです。ずらーっと大阪にどんな、で、これはもう電車賃だけで行けますので、片っ端から大阪の博物館をも巡っております。で、あと兵庫県で九州まで行ってですね、下の方に海外の博物館を取り上げてあります。これは、個人的には私と妻が一緒に海外旅行したときに、私はもう暇があれば全部博物館巡りますので、イギリス行ったときには大英博物館しか載っておりませんけど、もっと回っておけばよかったなと後で後悔しています。で、今はちょっと旅行もままならない韓国、中国、イタリア、台湾、フランス、アメリカ、ウズベキスタン、最後はウズベキスタンに行きましたので、ウズベキスタンの博物館とかも特集して載せてあります。そこから博物館巡りの後は遺跡巡りですね、縄文時代以前、それから縄文時代、弥生時代、弥生時代以降、古墳時代以降ですね、ずらっと載せてあります。それからこれも海外バージョンがあります。それと遺跡のですね、発掘されて新聞に発表される現地説明会ですね、これに参加した時の模様も入れてあります。で、これも時代区分ごとに、縄文時代、弥生時代、古墳時代以降と、で、これを私が行きました、例えばこれ藤の木古墳をクリックしてみますと、斑鳩の里にある藤の木古墳の第4次調査、平成13年にされた調査の結果の現地説明会に行った時の写真です。で、どんなことを学芸員が喋ったかとかですね、それを新聞公開、新聞が取り上げた時の記事ですとか、こんなふうなことを入れてあります。遺跡巡りの中の、コーナーにあります。現地特別バージョンはそれの海外版です。海外の遺跡、まあ当然博物館にも行ってますから、遺跡の近くに博物館があるというのは世の東西同じでございましてですね、博物館を見た、あるいはどっちが先か分かりませんけど、遺跡を見て博物館を見るのか、まあそういったことで行った遺跡をですね取り上げてあります。で、これは皆様が大きな意味で古代史を考えるときに何かの参考になればと。で、あと埋蔵文化財センターずらーっとありましてですね、まあ天皇陵巡りというですね、日本の現在の金城殿下は125代ですよね、昭和天皇の後、今金城殿下が陛下が125代ですけど、124代の天皇、昭和天皇までの御陵ですね、御陵をずっと訪ねて歩いた時の記録です。で、どんなとこにあって、夜遅く行って怖かったとかですね、なんか後ろから幽霊がつけてきているようなことは、というような感想を書いているようなところもあります。それから、天皇ではないけれども、その参考になるようなこともこの天皇陵の中に入れてあります。で、各神社、伊勢神宮、八田神宮とかですね、神宮皇后陵、京都御所、
こんなふうなところも、回ったところを全部入れてあります。山城の大江の王子の墓、須藤天皇の陵、これは慶太天皇のお父さんの彦なんですかね、彦親とか王の墓、彦王将ですかね、まあ、こういったものも天皇陵を巡る中に入れてあります。で、私は今大阪の吹田市というところにおりますので、大阪府の私が回った遺跡巡りの中から大阪府だけを特集したのがこの大阪府の遺跡巡りという形になっております。で、吹田から大師町、千早、赤坂村、丹の輪とかいったですね、大阪の文化財を訪ねて歩いた記録です。それから先ほど申しました大阪本町歴史クラブという研究会ですけれども、これは今から20数年前に始めたわけですが、この会を始めた最初からのですね、月に1回巡っております霊会、遺跡旧跡を訪ねて歩くんですが、これの霊会の模様を1回目から記録してあります。ちょっとこの辺で、ああ右クリック、これはJava を使ってたのでですね、Java がもう動かなくなりましたので、昔のやつにはこのタイトルが出てこないんですね。そういう時真っ白いのがあったら、こうやって右クリックでなぞってもらえば、いつどこに行った霊界だというのが分かるかと思います。で、これは第1回で、山陰地方で、港夢港という博覧会があったんですが、それを訪ねて行った時の韓日本海文化を訪ねるというあれで行った時の模様です。で、霊界ですので、我々歴史クラブの連中がたくさんこの中に顔を出します。で、ここに載せたおかげでですね、みんな顔を歴史マニアの方には知られるようになって、どっかの講演会とかで並んでると知らないおじさんが訪ねてきて、もしもし、もしかしたら大阪本町歴史クラブの方ですかとか言っていきなり言われることがあります。で、これはもう全部このホームページをご覧になっている方だろうと思います。それから帰還邪馬台国という本がですね、今では日本史でも最後にこれだけになりましたけれども、古代史専門の雑誌で、あずさ書院というところが発行している、期間ですから春夏秋冬出てるんですが、こういう雑誌にもですね、この大阪本町歴史クラブの活動は取り上げてもらいました。まあ、これですね、大阪本町歴史クラブ、この会で行った霊界の模様が今240回ぐらいですかね。で、これを見てですね、これを見て我々の行った通りに探索してらっしゃる歴史の会の皆さんもあります。で、後からメールが来て、皆さんあんたのホームページ見て行ったけど、あれ違うとったでとかですね、あそこはあの天皇じゃないよ、こっちの天皇だよとか、まあいろいろお叱りを受けたりですね、ご教授をいただけますので非常にありがたいですけど、まあもし歴史の会の幹事の方で次はどこに行こうかなと迷う方がいらっしゃれば、これを見ていただければですね、近畿圏の主な遺跡はほとんどですね巡りました。まだもちろん行ってないところもあります。で、同じところを違う方面から行ったりしてももうしてます。まあ奈良県が一番多いですね。やっぱり山の上の道なんかはもう十何回行ってますですね。嵐山とかですね、ずらーっとご覧いただけば、ああこんなとこも行ってるのかっていうのが出てお分かりいただけるかと思います。で、最近東京の方から関西引っ越してきた私の友人がですね、京都が好きで京都を回りたいと言って自転車で今ぐるぐる回っておりますけど、まあ、そいつに、彼に言うのはですね、もう嵐山とか飛鳥なんか、奈良の飛鳥なんか僕はもう目つぶって歩けるよと、言ってます。連れてくれと言うんですけど、それから歴史クラブのそのアネックスとしてですね、別館として、個人的にあるいは霊界ではないんですけど訪ねていったコーナーがあります。で、ここからもう読んでいただくとすぐ、高瀬川物語とかですね、高瀬川をずっと下から遡ってどんなものがあるのかと、こういうことを歩いたりですね、天の森宝集、滋賀県の高島町にあります、今はもう県県学学の日韓関係ですけど、この天の森宝集はですね、
対馬藩に仕えた学者で、なんとかして日本と朝鮮を仲良くしたいというですね、そういうことを一生懸命唱えた学者です。で、朝鮮語の方言も喋れたようです。で、それが滋賀県の高島町というところにあります、琵琶湖の西側ですかね。で、そこを訪ねて行った時のレポートですとか、まあ、霊界としては行ってはいませんけど、個人的にあるいは何人かの有志で行った場所、物、人等の特集があります。それから行ってはいませんけど、いろんな情報を集めた、例えばこれですね、これなんかは原稿が攻めてきた時にですね、伊万里湾、それから高島沖という海底があるんですが、そこに原稿の船が沈んでる、その沈んだ船のこれですね、原稿の沈没船であるというようなこの写真がありますが、これを特集したコーナーです。伊万里湾というのはどんな地形をしてて、どんな原稿の船がで、どんなものがあったんだという、大体こういうのを特集してあります。だから邪馬台国とは直接関係はありませんけども、歴史が好きな人はですね、読んでいただければ面白いのではないかと思います。それから消えていく邪馬台国、福岡県瀬高町というところはですね、元は卑弥呼の里と呼ばれて大和郡ですね、大和郡という名前でもって、大和イコール卑弥呼だと、邪馬台国だと昔は考えられてたわけですが、まあ、消えていくというのはですね、その大和という地名がもうなくなったということなんですね。今はもう宮増しということになっております。だから大和郡とか言ってもわからない、そう言って、消えていった土地がいくつもあります。で、そこら辺は昔どうやってどういうことでその邪馬台国と考えられたんだろうかというようなことをレポートしてます。で、これが卑弥呼の墓だと考えられた、権現塚古墳とかですね、どんなものが途中から出てるのかとか、まあ、こういったことを特集してあります。それがこの邪馬台国アネックスという邪馬台国別館ですね。それから日本人の源流を求めてというのはですね、私のその邪馬台国、ごめんなさい、大阪本町歴史クラブという会は、30数人で、そのうちの半分15、6人が霊界に来たり飲み会に来たりするわけですけど、その会の会勢ですね、会勢というのはその社勢とかですね、軍勢は肌着の会社として軍勢というのがありますけども、あれは京都府綾部郡のですね、軍の勢なんですね。それで名前を、会社の名前を軍勢にしてるんですが、社勢というのは社のモットーというのはテーマですね。だから我々の会の会勢は、日本人はどこから来たかというのがテーマなんです。だから大阪本町歴史クラブは日本人はどこから来たかを追求しようぜということになってて、特に中国、韓国、台湾とかを訪ねていった旅を別コーナーとして特集してあります。だから白木に行って、くだらへ行く馬鹿の旅、冬の北京、西安、シルクロード、台湾、まあ、こういったところを巡ったですね、まあ、おそらくこの辺りが一番、日本人の源流としては近いのじゃなかろうかということで、まあ、企画していってるわけですね。まあ、この頃はもう、特に今年は海外には全く行けませんので、ここ数年は海外霊界は、まあ、行われておりません。で、掲示板はもう今ありません。それからで最後にですね、一番下の方28番に邪馬台国大研究本編というのがあります。で、これは私が邪馬台国研究の個人的な研究成果を綴っているところです。で、これは完成しておりません。ちょっと前振りが長くてですね、やっと今邪馬台国の考古学的に見て邪馬台国はどんなところかと来てますけれども、この後本当は続けていかないといかんなんです。で、先ほど私が話しましたような、中国の文献で一体どんなことが書いてあるんだというようなことですね、仙外経、山の海のお経と書いて、仙外経、三海経とかですね、こんな呼び方をしますけれども、和という言葉が現れるのはこの本の中が最初です。で、これはこの和は日本人かどうかということをめぐってはいろんな議論があって、
決着はしておりませんけど、少なくとも和というのが初めて現れると。でこの仙外教という本は一体どんな本なんだとかですね、その環境はどこれが、仙外教、基本的にはですね妖怪とか化け物の類のことを書いた本なんです。でその中に、どの国はどこにどんな本があるというのを紹介してるんですけど、和という言葉も出てきます。そこから和人戦というですね、和人という言葉がレンガに刻まれて出土した例です。でこれもどこからどんな格好で出たかというようなことを、紹介してます。でこんなふうにして、中国の文献、朝鮮の文献、それから日本神話ですね、文献を語る日本神話、その1、日本神話について、日本神話はですね、また別に聞き神話のすべてというホームページもありますので、そっちへも、飛んでいただけばそこへ行きますが、高間ヶ原というのは一体日本、初期古事記にはこんなふうに書いてあるんだろうかと。で何なんだとこれはと、神々の里ですね、高間ヶ原は地上にあったんだ、本当に地上にあったと。でそれも国内にあったんだ、九州にあったんだ、筑前だと、こうなってくると邪馬台国説と同じようにですね、高間ヶ原、畿内説、九州説というのもあります。で国外にもあったという説ももちろんあります。でこういったことを紹介しております。でこれは韓国のですね、大学はどこでしたかね、何か入ってますか、ある大学のですね学長が大学の境内に作ったですね、高間ヶ原の碑です。つまり高間ヶ原って、日本神話の高間ヶ原というのは朝鮮なんだ、ここの国から、朝鮮から神々が日本へ渡っていって日本を作ってやったと、こういう主張ですね。だから高間ヶ原公園というのがその大学の、近所にあってですね、こういう日が立ってるわけです。大学の学長ともあろうものがそんな学説的に証明されてないことを勝手にやっていいのかと、それからですね、そんなことをずらっとこの本編の中でですね書き綴っていきまして、考古学というのは当然歴史で一番文献の後に重きをなす学問ですから、その考古学の成果は一体どんなものなんだろうというようなことをずらっとですね書いてます。で九州説、畿内説、どっちが果たして有利なんだろうかと。でここへ入ってきて私の筆も鈍ってるわけですね。ずらっと考古学は、最後はどこかな、あ、那国の考古学だ。これずらっとですね魏志倭人伝に出てくる地域を見ていってますので、対馬の考古学、壱岐の考古学、松浦国、伊都国の考古学とかですね、こんなふうにして全部回った場所あるいは文献は書き集めて、考古学遺跡は語るということで、先ほどは文献は語るでしたけども、文献は語るで外国の文献から日本の文献紹介して、で次は遺跡は語る、邪馬台国の考古学総編、ここがですね私の個人的にの井上筑前個人の邪馬台国論です。でこれを書き終わったらこの部分だけでも本にしてもらおうかなという気はありますが、持ってくる出版社はいないかもしれませんね。で今一番23番まで来て、あ、ノットファウンド、これだ、もうここはありませんですね。だから22番まで今邪馬台国の考古学、筑後川は中流域、その1、中流、天城、朝倉とこうなってますが、この地方でどんな、考古学的なあれがあるのか、それから文献には何か出てくるのかということをずっと書いてあります。でこれをとりあえず中流域の天城、朝倉で止まってますので、から先を今から書いていかないかんのですけど、それでタイトルだけは、まあ遺跡を語る考古学その2と、ここでできてないんですね。ここから先を今から書き綴っていく所存です。でこれをクリックしていただくと元へ戻ります。であとですね、この、新着案内というところに霊界の、大阪本町歴史クラブで行った一番新しい霊界の模様をここに入れてあります。まあそれでも今年の2月1日にですね、
蘭電というのが関西には京都のですね四条というところから四条大宮というところから嵐山まで行ってる嵐山電鉄蘭電というのがあります。その沿線にずらっと名所旧跡があります。で、有名な映画村もこの沿線にあります。それから広報寺ですね、いろんな皆さんがよくお聞きになってる、ところなんかを訪ねていった、紀行文です。まあ、こういうのをですね、この一番最新のニュースとして取り上げてあります。それ以降は霊界がも、訪ねて歩く霊界は開催できておりませんので、コロナ騒ぎで3月以降ずっとズーム会議あるいはスカイプ会議でやっておりますから、ここで今止まっております。で、ここにですね、このホームページの半分ぐらいは、まあ、3分の1ぐらいかな、厚田松陰が本にしてくれております。こういう本です。で、これはお申し込みはとかこう書いてますけど、もう申し込んでも今は在庫がありません。もう次第2版を出してくれるかなと期待してましたら全然出してくれませんので、古本屋でですね、山田結国大研究井上筑前と入れていただければ、出てきます。これは驚きますよ、2万円ぐらいの値がついてるやつからですね100円というのもあります。100円というのはですね、もうあの送料の方が高いですね。だけど時期的にですね、読んだ人がぼっと売りに出すのかあれなのかで、私も手持ちの本が全然なくなって、人にあげたいなという時に本が全く在庫なかったので、古書店のホームページを片っ端から探してですね、検索エンジンで探しました。で、100円とか180円とか5、6冊集めた覚えがあります。で、それをところがもうこの頃は100円とかはないですね。もうだいたい4000円とか5000円とかですね、まあこの前ある人が言わせますと2万何千円というのがあったよって、もうそんな値段ではとても自分で買いときながら自分の本を買えません。で、あとこれが私の個人的なホームページです。で、これはまあもう興味ある人だけ読んでください。私はバードウォッチングをやりますので、鳥の写真ですとかですね、妻と2人で行った旅行ですとか、あるいは音の世界というところが私の趣味の世界ですね。ジャズとかマリリン・モンロー、ヨット、男の料理、こういったことを特集しておりますが、まあ、これは邪馬台国とは関係はございません。まあ、ざっとですね、私のホームページを紹介して、させていただきますと、こんな内容になります。で、これは、頭からですね、始めりから始まって、ずらっと読んでいっていただくのが一番いいんですが、1日、まあ、2時間ぐらい読んで、最低でも1ヶ月はかかると思いますね。1ヶ月では読めないでしょうね。霊界とかあの辺りまで行くと半年ぐらいかかるかもしれません。まあでも面白おかしく愉快に書いたつもりですので、堅苦しい学者の先生のあれなんかよりかはよっぽど分かりやすくためになるんじゃないかと思います。で、私の敬愛する師匠しております安本美典先生によればですね、邪馬台国に関する日本で最大かつ、最も充実しているホームページだとお褒めをいただいてきました。だから邪馬台国を研究なさる場合にはここをこのホームページを見ていただければ一応邪馬台国論争に参加できるのではないかと思います。これ以上のことはそれからあと皆さんでそれぞれ、研究していただければいいかと思いますということですね。で、ちょっとね、最後に、先ほどのこの邪馬台国大研究の私の本ですけれども、私がそのもうないので古本屋を探しまくってた時にですね、5、6冊安い値段で買ったんですが、そのうちの1冊にですね、私がサインして私の部下にやった本があったんですよ。もうそいつ私の本を売っとるんです。もうこの野郎と思いましたですね、何々クイーンへ何たらかんたらと書いて井上筑前とサインをして、まあその当時いた部下や同僚たちには本を何冊か配りましたので、その中の一冊をね、もう売ったやつがいるんですね。もう本当に上かわしいと思いましたね。
まあ、仕方がない、もう興味がない人は、歴史に興味がない人いますからね、まあ、こういう人に私がやったのが間違いだったのかもしれません。ということで、秋の夜長、長い冬に向けてですね、邪馬台国大研究をしっかり、勉強していただいて、どんどん邪馬台国論争に参加してください。ということで、ご清聴ありがとうございました。邪馬台国大研究をよろしくお願いします。